皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのは射程が伸びたカタパルト。めちゃくちゃ熱いらしいんですよね。なんならソロで運用できるんじゃないかって言われてます。出し方は間違いなければガチ灼熱すら回避できる可能性があるみたいですね。なので使っていきたいと思います。で、今回ですね、キメラカタパルトというわけで、ちょっとね、特殊な使い方をできたらいいかなと思うんですが、ドラム弾けだから普通に使うか。キメラって、まあ後出しするのが基本じゃないですか。横から殴るみたいな。キメラを先出しして中型を殲滅して、大型釣ってカタパルトで処理するとかもできるのかもしんないなっていうのを、まあ思ったんですけど、ドラム弾いてるんで、ドラム先行った方がいいよねっていう話。はい、ほは来ない。裏技を置いて、圧かけ大砲狙わせて、ラビット置いて、マミいるんで持たなくていいや。まあ、取らなかったのしゃあないですね。はい、ドラム行きましょう。で、カタパルト準備だね。お、クレフラフター。射程伸びたらしいから、もう一個後ろから行けるな、本来は。これ、キメラここで行こうぜ。これ、避けさせて、え、これカタパルトでいいじゃん。もうカタパルトもダブルでいいんじゃないか。残してあげた。オッケー。残ったぞ。残ったんでかいよ、これ。で、ラビット行くじゃん。で、これでマミ倒してくれてる。で、相手がキャラを行ったら、キメラが食う可能性があるんだよね、これ。もう死に切らないか。まあいいわ。もう一体切れば、死ぬでしょう。はい、倒して、キメラが動き回るんで、食ってくれれば、このミニの体力を回復できるんですが、食ったね。はい、これでまあもう死なないよと。ん？これ相手落ちた？もしかして。切断射説ある？あー、わかんない。はい、というわけで、カタパルト。ナイスダメージと。ただ、この試合はカタパルトの射程は関係なかった。というのも、今までのカタパルトの射程で使っちゃってた。まあ、続いていこう。はい、それではね、続いていきましょうか。射程が伸びたっていうのが、まあ、今回のメインなので、で、射程が伸びるってやっぱ強いんだよね。当たり前だけど。虹バチとかの恩恵で射程が伸びたりとかするね、キャラいるけど、やっぱすごく強いんだ。だからこそ射程を活かした使い方をしていきましょう。まあ、今の札は別に悪くないんだけど、虹じゃないので行こうかなって思ってシャッフルしちゃいました。行こうか。ちょっと対空気になっちゃうけどね、フォアドラとか来ると結構罪かも。まあ、剣士3でいいかな。剣士3、1置いてラビット準備で行きましょうか。撃ってきたらラビット。ここでは撃ってこない。両方に撃ちたくないんだよな。まあ、撃つしかないな。あべ、お互い出しちゃった。しかも意味わからんことになってる。プラトニーはして、ゲージ回収はした。ただ、そこはやりきれなくて、時間ちょっと置いてからゴス置いて、ラビットに弱しなんだけど、カタパルト射程使ってみようか。どれぐらい？おー、確かに、長い。長いってことは何が起こるかっていうと、引き込まれづらいってことだから、あー、消えないか。はい、ここは狩られちゃうね。しょうがないんだけど。回収して、で、マタンゴが死ぬほどだるいと。ボスね、まずアルカスでスキル発動させて倒すと。グラトニーで拘束はできなかったけど、いろんな能力値を奪うことができている。さあ、グラトニーで拘束して、カタパルトとのダブルダメージを狙っていく。で、倒して、砦が取れる形態なので、場合によっては取ってくれるよという感じなんだけど、まあ、さすがに無理と。なるほどね。ここはさ、切れないで。お願い。あー、ダメだ、これ。こうなっちゃうときついんだよな。壁がいないんだよね、今回。ゴーストしか。拘束もできてない。拘束できてないけど倒せそうではある。オッケーオッケーオッケー。そしたらサイスケいけるね。ゲージ溜めにいけないかな。無理か。じゃあサイスケいって、カタパルト引きで切って、マックスの引きではないんだけど、この引きだとどうなんだ？届いてないな、ここ。本当はこのとこに置きたくないんだけど、しょうがないね。置かないと勝てないからね、これ。まあ、これはミラーで倒してもらって、キメラ行って、
じゃあ倒してもらって、で、上行くじゃん。で、バラバラはするんだけど、カタパルト倒して、倒して、で、バラバラ中でしょ？ただバラバラ中なんだけどね、これはね、先行けないかな、さすがに。削り切れてないし、それいるし、うん、ちょっと間に合わずだね。いや今回ね、ちょっとラビット、相手のラビットがね、めちゃくちゃ重かった。俺の唯一の壁がゴーストだったから、かなり苦しかったね。で、射程伸びた固まると、確か射程は伸びたんだけど、あの距離フォアが殴れない。1マスしか伸びてないってことか。まあ、でも1マスでも十分でかいんだけどさ。まあ、続いていこうか。で、まあ、おそらくなんだけど、まあ、さっきのフォア狩り投げたのは別に、実際悪くて、良くなくて、ちょっとさ、射程をね、1マスと届、あ、1マス2マス届いてなかったからとかじゃなくて、フォアガのスキルを打たれたら、そもそもカタパルト届いちゃう。射程が伸びてても。って部分があるので、そもそもフォアガに対しては、虹バッチかアビサンじゃなかったら、基本は切らないね。もしくはスキル硬直で、出すか。って感じ。まあ、スキル硬直だったらね、全然、サイズ系にスキル打ってるから、出しちゃおうとか全然いいんだけど、そうじゃないとき、スキル打ってないときに出すのは、まあ NG と。なんかすごいね。こんだけいっぱいになったらさ、もうちょっとミノガール来てさ、削ってさ、大型来たら、カタパルトでいいんじゃない？倒して、パンダ置いて、引きでカタパルト置いて、ここ射程多分、最大値かな。伸びた射程の最大値な気がするけど、どうだろう。わかんないけど。箱いっぱいなんかいるんで、置いてあげて、おー、こんだけ伸びるんだね。へー。で、相手はアビビートルと。これでビートル4体目だね。で、カタパルトもやっぱ今回のね、さっき言ったかな、ちょっと覚えてないんだけど、いいところとして、これ相手コスもコスないでしょ。射程が伸びたってことは、引き込まれづらい。殴った後に、とにかく止まってこうやって歩き始めるんだけど、相手の距離が近くなるのが、まあ、遅いと。いうわけなんで、まあ、よりね、死にづらくなってはいる。あとは、一部のキャラのスキルを避けれるよね。本来、射程が伸びてないだけのカタパルトの時は、スキル届いちゃったよ、みたいなシーンでも、カタパルト、射程伸びた分、一方的に殴れて、相手のスキル届かないよっていうのが生まれる可能性がある。ただ、ゴーレムの自信はどうなんだろう。さすがに届く気がするけどね。ゼウスのイカズチとかね。あれ、スキル10の時は届かなかったんだけど、さすがにね、11ってね、1マスじゃなくて2マスぐらい広がってなかったっけ？どうなんだろうな。ゴーレムとかゼウスのあれを回避できるならかなりやばいけどね。できない気がするけどどうなんだろうな。まあ、ゴーレムゼウスのことに関しては要検証だね。もし誰か検証した人がいるならコメント欲しいな。ゴーレムゼウスのスキル11を今の射程が伸びたカタパルトがダメージを受けずに殴れる、どこまで？射程が広がってるのかどうか、とか。もし分かる人がいたら、ぜひコメントしてください。行こうか。トレントとかもね、カタパでかなり借りやすくないよね。もともとトレントに対してのカタパルトって有効だったんだけど、まあ、トレントね、通常攻撃の着弾の範囲が広がってるから、当たり前のように森作りにカタパルトが石を打たない限りは、基本ね、カタパルト壊されちゃったんだけど、ネズミこっち置いて、これ間に合うと思う。大砲。これわかんない。間に合うか。もう一回撃つべきだったか。まあ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 いいや。で、まあ、レドラ行ってもいいんだけどね。ここもね、すぐね。まあ、ちょっと待つか。ちょっと待とう。サイクロンが超えてからパワードを置いてあげて、バクムスね。これ遠間行こうか。あとワンパンだね、あそこ。ここも遠間行っちゃおう。多分ワンパンだと思うけど、どうだろうな。このトーマン行こうか。トーマンちょっと今回、サクサク切っちゃうわ。節約せずに切っちゃう。ワンパンだね。うん。で、イフリートと。お？なんだ？できないけど。謎だね。まあ、ここ行こうか。レドラ行って、これずるいよな。ダメージ、非ダメージ源のあれで、非ダメージ源じゃない。ダメージを受けたからって言って反応するやつ。うん、パワード置いて、まあ、これレドラで狩れるんで、これレドラで狩ってもらうじゃん。はい、倒して、後ろのラインは、まあ、トーマン1で見たいんだけどね、どうだろう、見れるかな。
これでワンパンではあるけど、取ったね。ネズミ行こうか、ここ。ここ刑事で見れるね。で、なるほどね。あ、これはさ、もうさ、カタパディじゃんね、こんなんね。ここキメラ置いて、止めてあげて、射程使って一方で、チク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 でトーン倒して、吸い込みの、ネズミの、まあ、ここはパートでも何でもいいんだけど、これ取ってもらって、はい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 。カタパルトが、これ、奥殴ってなったよ、カタパルト。おぉ、あそこ届くんだね。へぇー、すごいね、それ。そこの距離届くんだ。おもろいね。うん、じゃあ、まあ、トーマン行って、カタパ行って、カタパ行って、裏技を置いて、これ邪魔やね、こいつ。あー、さすがにあんだけキャラいっぱいいるとやられちゃうね、あのカタパルトも。あ、でも倒したね。さすがにもう無理なんだけどさ。ドローなんだけど、まあ、頑張ってくれてはいるみたい。バクマスが強すぎと。はい。ありがとうございました。あ、射程が伸びたなってのが分かるシーンあったね。相手の砦裏あそこ殴ってもすごいわ。まあ基本は大当たり当てるキャラなんだけど。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。カタパルト射程伸びましたというわけでね、使っていったんですけど、まあ、使用回数が少ない、使用というかその、なんでいい、お試しした回数がね、今回4試合だから少ないのはもちろんなんだけど、まあやっぱでもマルチの方が強いよね。間違いなく。そもそもカタパルトっていうキャラのコンセプトが、大型戦で強いっていうキャラなんで、ってなるとやっぱ大型がよりたくさん出てくるマルチの方が強いのは間違いなくて、で、やっぱ中型戦の方で活躍するのはどっちかっていうとどうしてもエミリアとか、さくらちゃんとか、あっちの方が活躍しやすいよね。まあ、爆弾娘が、まあ、また頭抜けてるかもしれないけど、爆弾娘が多分ね、強すぎて、結局なんかカタパルト強化されたの嬉しい、射程伸びたのもめちゃめちゃ偉いんだけど、もしカタパルトの評価がこれからね、上がるのであれば、さっき言った、その、ゴーレムゼウスのスキルが届かないかどうかとか、他もね、一部大型のスキルが届かないかどうか、でもドラブのスキルが届かないとかね、ドラブのスキル範囲めっちゃ広いじゃね。あれ届くかどうかわかんないんだけど、届かないかとか、ガチ灼熱、届かない位置で殴れ、正面からでも殴れるかとかね、斜めからだったら殴れるっぽいんだけど、斜めちょっとまずいから、まあ、そこら辺もね、全部ね、踏まえて、まあ、ちょっとテクニックが必要だと思うんだけど、ガチ灼熱に関しては。そういうのもね、簡単にね、こなせるとかだったら、まあ、ドラブに関しても、レドラに関しても環境型だから、まあ、刺さりはする。それに対しては、エミリアとか、桜ちゃんよりも強気に出れるかもしれない。ただ結局ね、ドラブもね、レドラもね、バクムスでいいよってなっちゃってるんだけどね。そこなんだよな。バクムスに関してはさ、対空もできるじゃん、地球同時で。上位互換なんだよ、完全に。しかも、交代するのがさ、ダメージ受けても交代するし、耐久値も高いし、大砲じゃ壊れないし。で、新一芸やられたりしないしさ、とか。そういうのもあるから、結局ね、強化されたとこで、まあ、別にバクムスでよくねえかってなっちゃう、ソロはね。ソロは。マルチだったら、あ、全然大いにあり。めちゃめちゃいいと思う。そんな感じです。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。